タブレット PC、タブレット PC、英語、タブレット PC とは2001年に発表されたタッチインターフェースに対応したマイクロソフト社のマイクロソフト、Windows XP タブレット PC エディション及び、その後継 OS がインストールされたタブレットの一種。平板上の外形を備え、タッチパネルあるいはペン入力操作、タッチインターフェースに対応したディスプレイを搭載している。なお、 タブレット PC という表記は、タブレット端末、タブレット型コンピュータ全般を指すこともある。特に本校では、いわゆるパソコン用 OS である X86、X64 版 Windows に対応したものについて扱う。Windows モバイル、Windows RT や iOS、Android がインストールされたモデルについては対象とする。これらの一部として、本校モデルの後継である。 マイクロソフトサーフェイスがある。タブレット PC では、携帯情報端末などと同様に指もしくは、ペン型のポインティングデバイスで、液晶ディスプレイの表面に実装されたタッチパネルをなぞることで、マウスと同様の操作と、手書き文字や絵、図形などの入力ができる。マウス操作に比べて、コンピュータに不慣れな人でも、直感的に操作できるとされ、本体を片手で保持して、 立ち仕事などでも使用きる。タブレット PC の構想は20世紀末からあったが、実際の製品は2002年に Windows XP タブレット PC エディションが登場した時点でハードウェア各社から対応製品が登場した。2010年に Apple が iPad を発売してタブレット端末の市場を開拓したことや Android o s を備えたスマートフォンや一回り大きな Android タブレット端末が登場したことで大きく普及したが2012年に発売された Windows 8以降の Windows OS はインターフェースがタッチパネル操作を意識したものとなりプリインストールされた廉価な Windows タブレット端末も本格的に発売され高価格帯のものも含めて様々なタイプの製品が普及するようになった。これらの製品は従来からの X86 X64 版 Windows PC 用ソフトウェアを利用でき、従来同様のパソコンとしての用途も、必要としている利用者層の需要を考慮している。タブレット PC の形態としては大きくは、コンバーチブル型と、ピュアタブレット型の2つに分類でき、コンバーチブル型はさらに下記のように分類できる。これらは、本体とキーボードを着脱したり折りたたんだりできる形態であり、 タブレット端末としても、ノートパソコンとしても利用できるため、2-in-1 ンンと呼ばれる。タブレットとしての使い方をメインとするのか、ノート PC としての使い方をメインとするのかで、どのタイプを選ぶのか基準が変わってくる。サーフェイスプロのようなタブレット携帯メインの場合は、キーボードドックが別売りになっている場合もあり、機構もヒンジがない簡易的なものが多いため、ノート PC として使う場合は、 キーボード側で本体を支えられないため専用のついたてが必要となる製品もある。純粋にタブレット本体のみで純正キーボードドックがない製品も存在し、その場合、Bluetooth や USB で接続する市販のキーボードを使用することとなる。タブレット PC 用途としては、下記の2種類が使用されている。同様のカテゴリの PC で以前から、 タッチパネル PC という製品が存在していた。タブレット PC と異なり、電流力等の機能が標準でサポートされていなかったため、各社各用にインターフェース、デバイスドライバーユーティリティ、文字認識機能等の仕様がバラバラで統一されていなかった。一部に小売りされているものも存在はしたが、もっぱら産業用途に使われていた。しかし2005年に富士通より、 p8210 というタッチパネル型のタブレット PC も登場した。2007年以降はタッチパネルを搭載したウルトラモバイル PC も各社から発売されたがマシンスペックの問題等で Windows Vista でも Windows XP タブレット PC エディションでもなく Windows XP ホームエディションにドライバーやユーティリティ等を実装して販売された製品も存在した。 以降の Windows OS では、標準でペンタブレット入力デバイスでの使用を考慮した設計となっており、ソフトウェアキーボードの搭載やタブレットを用いた入力スタイルなどが自由に選択可能なっている。Windows 8以降では UI そのものが、タブレット PC などタッチパネル式ディスプレイでの操作利用を前提とした設計、モダン、UI となっており、 2010年代以降スマートフォンやタブレット端末で用されている Android や iOS のインターフェースを強く意識したものになっている。以下にマイクロソフト社のオペレーティングシステムでの拡張機能を示す。マイクロソフト社のはの全機能に加えて次の機能を持つ。すべてのタブレット PC ユーザーはをインストールすることで2005円アップグレードすることができる。また、 拡張パックやをダウンロードすることで、より多くのタブレット PC 用プログラムを利用できるようになる。2007年1月末にリリースされたでは、以上のエディションでの機能が標準機能として統合された。これによりという特殊、オペレーティングシステムで稼働するマシンという概念がなくなるため、発売後のノート PC では、タブレット PC という認識ではなく、ノート PC の位置づけとして、 ハード的にタブレット機能が標準で装備される機種も見本紙などで確認されている。またデスクトップ PC でもタッチパネルディスプレイを接続することで同等の機能を実現できる。と同様の機能の他に下記の機能も搭載されている。2009年に発売された Windows 7では Vista 以上にタブレットデバイスに対応した機能が拡張されている。 Windows タッチ機能が標準搭載され、2本以上の指による操作、マルチタッチによるズームや回転といった操作も行えるようになった。以降、タッチパネル液晶ディスプレイを備えたノート PC やディスプレイ一体型 PC が多く登場するようになった。これらの製品はマルチタッチ対応のため、ペンではなく指で操作するのが主流となっていった。タッチパネルの他に キーボードとマウス、タッチパッドも備える場合が多い。このカテゴリーに対して特定の名称があるわけではない。Windows 8では iOS や Android といったライバル OS の UI を強く意識した影響でモダン UI が搭載されたがスタートボタンが廃止されたため従来のパソコンスタイルで利用するユーザーには負だった。Windows 10ではスタートボタンが復活し、 モダン UI の機能はデスクトップに統合された。ノートパソコン携帯で使用する場合は、スタートボタンを押すことでマダーヌイのようなデザインのスタートメニューが表示されるが、キーボードドックを外すなどして、タブレットモードに切り替えると、自動的に Windows 8、8.1のようなモダン UI に似た、表示に切り替わる機能、カンティングが搭載されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。